後ろから微妙に OK の声が聞こえました。それではいよいよ鳥でございます。レインメーカーの皆さん、よろしくお願いします。どうも、レインメーカーです。レインメーカーです。今日は雨が降るまで頑張ります。よろしくお願いします。最初開運バス聞いてください。多分雨は降らないと思いますけれども、レインメーカーですからね、最後までわからない。最初に司会の方が
なんか7曲と言っていましたけれども、もしかすると減るかもしれませんし、そのあたりは編次第ですね。はい。じゃあレインメーカーっていうか全曲、オリジナルの曲なんですけれども、次がバイバイマイラブという曲と時を止めてという曲なんですけれども、これは私が二十何年前に作った曲なんですけど、それをちょっと続けてください。バイバイマラダラダラ坂を滑り降りても昨日へ帰れない一生懸命歌い続けたあなたの人生はそのことのようで一生懸命語り続けたあなたの人生は人混みの中で昭和ってやつがやけに目を閉じてたかが人生だと自由を捨てなかった俺見送ったそこへ行った
した夜もあるよ。黄昏の街、君の指輪が似合ってた。この部屋で時を止めて語り尽くしてる夜もある。続いてゆくよ黄昏。どうも、今日はなんとかもうちょっと待ってくれるかなと思ってやってるところですけど、レインメーカーという名前がちょっと皆さんから今日持てばレインメーカーの名前はのおかげで雨が持ったということになりますので、今後も、レインメーカーを名乗っていきたいと思います。はい、リーダーありがとう。真面目だね。じゃあ、次の曲は、花園樹の咲く頃にという曲なんですけれども、皆さんもご存知だと思いますけれども、花園樹は、アカシアのことです。和名で、花園樹と言いますけれども、私の、親戚の、遠い親戚の、お母さんが亡くなった時に、作った曲です。聴いてください。沖縄川も
流してね花エンジンを咲く頃に男子たち出会いました。純ちゃん、ティッシュ。
そのどなたかご存知知らない人ですか。ここでこうやりたいんだけども、なんかここかな。光るんだ。そんな感じ光らしいで。僕はそう言いたかったんですよ。そんな感じ光らしいで。昔花粉症って言葉になったけども、今考えるとそれが花粉症だったんだよな。花粉症だったんだ。で、今の季節にはちょっと似合わない曲なんですけれども、これもね、僕の曲は結構その全体の8割くらいがこうリクイームっていうか、亡くなった人に対して作ってる曲が8割ぐらいあるんですけれども、またその中結婚式用音とあるんですけれどもね、今日はちょっとやめます。で、34回目の秋という、僕の同級生が、亡くなってから7回期ぐらいですね、作った曲ですけれども、それを聴いてください。
たは自分の道を歩いてね。また一度きっと会えるさ。心の中でつぶやいてた。街の光景へ。あの頃の君に会いたい。そして夕日が好きだろうして。あれから34回目の秋、俺の声なんかランゾンにこうしたんだっけ。ツノなす、ツノなんですけど、ツノあのツノちょっと鎌倉 FM の方でちょっと今日の告知やらせていただきまして、1回目、まあ去年まで4回バンドフェスっていうのは屋内でやってたんですけども、1回目2回目の MC で、佐藤みなみさんってあの鎌倉 FM の方にいますけども、その彼女が今回のことをちょっと聞いたので、ぜひ告知したいということで、ただちょっと自分もそこに行けなかったので電話での行ったというをまず行きました。でまず今日晴れればいいねっていう話になったんですけども、その中でちょっとまあ役得と言いますか、レインメーカーの CD をその中で流してもらったんですよ。その中のエンディングに流した曲をこれからやりたいと思います。はい、どうもありがとうございます。はい、じゃあこれはつい最近の曲ですね。7年ぐらい前になりますけれども、増田の言っていいのかな、増田が昔蓋る町とか言われてる時代のことを、まあ、今回生きてませんけれども、今川さんと、ちょっとお話しさせてもらって、その中でなんかこう、曲を作ってみたいなと思って、
作った曲なんですけれども、それを歌います。恋ごよみ。私が今ここに立つ。リンゴが花咲く北の大地から、あの頃のことを伝えよう。桜散る時雨が涙に変わってゆくのさ。いつの時代も夢から目覚めた子供のように泣きたくなるのさ。泣かせてよ。私が16、あんたが18で初めて出会った贈りの盆。おかっぱ頭でにっこり微笑む私がいた。あれからあんたが私を好きになり、いつしか二人は恋へとしてゆく。ある度心が切なくなるけれど、重ねる星月
この辺で最後の曲になるんですけれども、一応メンバー紹介してもいいでしょうかね。はい、どうも。それで拍手がこんな感じでどうしようかなと思いますけど、ね、じゃあいつもだったら、若い順番にこうやるんですけど、今日はいい男からということで、まずはじめに私っていうわけにはいかないでしょ。じゃあドラムス小森屋大輔、それから、ベース藤原良知、ギター、田中美京、その次はどうしようかな、はい、手を挙げましたね、はい、はい、キーボードは田中孝夫です。最後に、おじさんです、国安です。どうも今日はありがとうございました。最後にレインステーションっていう曲を聴いてください。冷たさが僕らを取り過ぎ
ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、鳥に許された特権、アンコールの声はないですかね。はい、あ、ないのいいんですか、準備してますよね。ないんですか、あ、してないですかリアルな準備してないという声もありましたので、レインメーカーの皆さん本当にありがとうございました。雨降らなかったですね、さすがですね。よかったです。はい、ということでレインメーカーの皆様に今一度盛大な拍手をお送りください。どうもありがとうございます。はい、そして、5団体すべて、終了したところで今度はもうエンディングに入りたいと思いますけれども、エンディングは各出演されたバンドの皆さん今一度ステージの方に、向かわれるというストーリーになっていると聞いておりますけれども、いかがですか。はい、どうぞ。それでは、ステイファブの皆さん、サニーサイドボーイズの皆さん、グンジさん、ブービーブラザーさん、そしてレインメーカーさん、ステージの方にお集まりいただければと思います。エンディングはみんなで演奏そして歌うと台本には書いております。はい、お揃いのようですか。どうぞ。はい、最後に実行委員長ということでお声がありました、今回この最後の曲、マスダバンドフェス立ち上げの時の実行委員といいますかキーになっていました長坂富也さんの作った曲で、シーサイドトレインという曲をみんなで演奏したいと思います。ご存知の方はコーラスも一緒に歌っていただければと思います。では、今日は皆さんありがとうございました。またやるんで、その時は友達に連れてきてください。今日は3万人でしたけども、今度5万人ぐらい集めたいと思います。ありがとうございました。照れ隠しのサンダー